朝です。はい、4時半。はい、昨日は12時に寝たから4時間半寝ました。はい、俺ね、この下にさ敷いてるやん、うん、寝返り打ってこっちに来てしまったらね、やっぱ寒い2回それで起きた。俺また俺マットから落ちたと思って。キムも途中チャックの音が聞こえた時起きたろ。いや、なかなか寝つけや。あ、寝つけやったと。3時頃寝た。マジ俺もずっと鼻詰まってて寝れなかった。やば、俺絶対寝つけないと思ったけど多分1時間ぐらいで寝れる今日はじゃあ眠いね寝つけないコンビやった。寝つけないやったよ。普段俺が俺の役割やけど、ね、腰が痛かった。そう、枕がないのきついね。でも俺究極のね、うつ伏せが寝やすいということに気づいてね。うつ伏せね。うつ伏せでめっちゃ、俺途中まで寝れんやったけど、そうですね、うつ伏せで寝れるようになった、うん、よし、釣り行くか。はい、じゃあちょっとお湯でまとめて、バッと飲んで。そうね、俺も味噌汁飲もうかな。うん、あとはなんかスープ系買った。俺はコーンスープ買いました。おぉ、解雇週か。なんで俺味噌汁にしたとやろ。味噌汁ってなんで。俺もコーンスープかよ、おかしい。なんで味噌汁なんですか。なんで味噌汁にしたとやろか。みなさんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。でしょう。それでは、はい、スープ飲みます。はい、ファイター。パン入りコーヒースープ買ったの。スープね。いや、なんかめっちゃこんなかあったかい。俺なめたけ入り味噌汁かい。なかなかいいやん、それも。いいやろ、うん、でも俺やっぱ俺多分買うときにさ、うん、コーンスープが良かったなって言うとやろうなって思って味噌汁買ったさ、うん、言うたね言うたね言うたね。だってどう考えてもコーンスープ、もうどう考えてもコーンスープやもんね、うん、100人に聞いても100人がコーンスープって言うやろうね。今日はこんな寒い時間にさ、はい、でさ見えんし、どこまでか。まあでもこれなんかテントの中が暖かくなってきた。暖かくなってきたね。これ暖房ねえ、ちょっと見えんよ湿度が。これこれあ、この時。じゃあいただきます。もう飲むと。もう飲むよ。いいえ。でドライブ。そっか、スープは3分待たれてるか。 あるよ、主食。わかるよ。そこ、うん、絶対映っとらんね。YouTuber って大変やね。マジでよ。はい、それでは行きまーす。はい、3時間の戦いやけんね。そうですね。1時間は味仕入れて、はい、本当の勝負は1時間半ぐらいしかないかもしれない。一人が味つって、一人が外す作業をするという、いいですね。そういうことをしないと、味が上回ります。あー、これ勝ったわ。よっしゃー、勝ったよ。だよね、こんな感じで河原的を大学生で、ひらめが特別賞で、はい、ひらまたがブービー賞。ブービー賞どれか忘れたらいい。 OK です。中腹あたりでしますか。よし、はい、じゃあ準備しようかね。はい、じゃあ準備するか。これサビキセットでございます。はい、伝統の投げサビキ。サビキ歴も長いけどね。と泳がせ釣りで3本竿を用意したんですね。そうです。外海で昨日もアジ釣れたけんですね。ね、サビキでは釣れるだろうと。
まあ、おもり釣りつけて沈める人もいればいいと思うし、まだ気をつけてでいいよこれ沈ませようかな。マトウダイ、マトウダイ沈ませたもんね。確か俺マトウダイ狙いやけん沈ます。なんか全体的に沈ます方が良さそうよね。ヒラメとかもなんか沈ませた方が良さそうな感じしますよね。ヒラマサがあんま期待できんけんね。浮かせて釣れるのってヒラマサぐらい。サワラ、あ、サワラか、うん、あ、浮かせたがいいでも俺は沈める。マトウダイの方が、あ、でもサワラ美味しいもんな。そうですよね、マトウダイの肝も美味しいもんな。そうですね、沈める、マトウダイでーけた、はい、サビキ仕掛け完成。手抜いたか、こいこい巻き直すぞ。リーダー、ついとるよ。太くね、リーダーが太い、うん、よくね、太い方が。いやいや、張り付き、これ多分いけるよ、うん、一回張りやってみる。無理やったら変える、うん、これいけると思う。臭い、これ臭い、臭い、いける臭い臭い二人で臭いはい、できました。泳がせ仕掛け、重しがあって、はい、泳がせる針があります、はい、え、針1個だけのやつ、これ仕掛け2つ、あ、2つある。この仕掛けにしては竿できる確かにね、平政狙いできたもんね、うん、家出るときはね、うん、釣り具屋で諦めたもんね、うん、これじゃあ今まで通りシンプルにこれだけ、はい、はい、針のみです。重りなし。ハジングチェックしていい？ハジングチェックする必要あったかろ？よかけど。それはもうチェックじゃなくて素直にハジングしたいでいいよ。ハジングさせて。趣味ですもんね。趣味のハジングです。趣味のハジング。これ取れたらもうプロだ。いや、これ本当に取れたらすごいよ。これね、無理、木村さんでも無理よ。あと木村さんでもよ。しかし、はい、あの木村さん、アジングチェックってな。アジ釣りがしたいと。アジングしたいと。アジングしたかったでやろ。でもなんか今はサビキの空気やけ、チェックって言ったらごまかせるかなと思います。笑すな。タバコチェックしようかな。じゃあ俺携帯チェックしようかな。よし、はい、準備できました。はい、行きましょう。じゃあサビキチェックしますか。サビキチェックしよう。じゃあサビキチェックするね。はい、行くよ。まずは手前から。はい、でも大体本当サビキで、ね、デカヤジいっぱいついてきます。おりょ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 、いやいや今当たったろ、多分風かな。わからん、雪が暴れまっけこれね、今までで一番早かしようがすれでも餌が効き始めたら本当爆釣しますから ね、うわー、風強っ。全然わかりません。いやー、おらんぞ、味まあ、俺の味って当たり前やったけどね。どうするよ、これ毎回ここ来たらいいよねまあ、まずめになったら連れ出せやろ。そうですね、はい、アジングチェック入ります。絶対釣れるの、この風。お、違う、なんか今沈まないですか。いや、これね、もうなるじゃん、波が強すぎて。しばらくチェックですね。アジが釣れてほしい。マジで釣れ餌調達できんとちょっと怖いですね。まあでもこんな経験今まで何度もあったけん ね、あるよ、アジが釣れ、アジが釣れ言うて。そうですね、まずめに釣れ出すもんね、いつも。おぉ、マジやん、ナイスか、やっぱりいる。マジか、結構めちゃめちゃ当たりがあるんですよ。じゃあなんでサビキ釣れんと
マジングがいいのかな。よいしょ。あ、違う、ハマス、何、ムツ、ムツ、何それ、ムツっぽい。あ、ムツなんだ。持っとく、一応一応持っとこう、ちょっと、だからこれにかかってこないのかな。めちゃめちゃ当たりがあるんですよ。でもムツでもなんか味とかですね。うん、ちょっと一応入れときましょうか。うん、じゃあ俺もアジングやろう。はい、忍び寄ってます、あいつ。あ、やめて、忍び寄ってます。怖いか、あいつ忍び寄ってます。腹減っただやろね。はい、はいはいはい、もっちゃん、あ、やべ、もう死によ。あの重りをね、見て2つ追加したって言ったんだもん。あ、そんなに、うん、じゃないと無理、当たり取れんね。なんかね、1個当たりあるんですよね。全部あいつかな。だって味やったら絶対サビキくるもんね。さあ、ジング、ボトミングやね。でも味やったら絶対サビキで釣れるもんね。夜が明けてきてね、マジでやばい、夜明けてきた、はい、ありゃあ、お、お、来た来た、お、ナイスです。なんだ、わからん、味であってもいい、ムツか、味か、味っぽい。あ、ムツだ。すごいね。はい、こいつがいるんだ。ボトム行ったら当たる。へえ。もう最悪ムツ泳がせよ。うん。もうだってこれサワラとか釣れていい時間帯やもんね。ですね。今んとこムツは2匹ストックある。こいつで釣れるのかどうかですけど。でもカマス塩焼きが美味しいでしょ。ハンス美味しい、ムツも塩焼きで美味しいけ、うん、魚的にも美味しく感じないよね。なるほどね。泳がせでいけるかもね。ムツ泳がせっか。あ、とりあえず泳がすとって横かもしれないです ね。よし、お、ナイス、ムツや、よしよし、泳がせよ、ムツ泳がせ。とりあえずこれ投げとこう、どうなるかは分からんけど、いってら、ほい、来るかもしれないけど ね。だいぶ明るくなりました。やばいね、はい、味釣れんよ。もう6時半を過ぎて、もう多分これは根元に行ったら釣れるのかな。どうなんですかね。これもうライトなくていけるんじゃない。出たよ今、ボンって。え、何を追っかけたと、味、え、ボンってなったとこ知りますから。マジっすか。あっちに釣り行く、根元ちょっと行ってみる、サビキだけ乗って。ちょっとムツマじゃ泳がせてみますね。サビキと泳がせのキムのやつだけ持って内側行ってみようか。あ、もうつけたよ、マジでやばいね。つけたよ、つけたよ、よっしゃ、よし、泳がせるよ。オッケー、ちょっととりあえず探してくれ。はい、こっちは、はい、泳がせ。お、ちょっと待って、お、お、ゆーたした、びっくりした、びっくりした今。もうシーバスでもよく、あ、ちょっと待って、お、こんな走るムツ、なんか食ったか、え、ない、あ、びっくりした今、キュピンやしたよ。お、ヨイさんの味が先に来るのか。へへへ、どっちか、もうちょっと待って、来た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 。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。